どうもみっちゃんねるです。今日はですね、チョコボールで2つ買ってまいりましてですね、先ほどちょっと開けてみたんですけども、なんとね、金のエンジェルが、金のエンジェルですよ。いや、銀のエンジェル。ね、なかなか出ないですよ。銀のエンジェルが出ましたよ。2つ買って銀のエンジェル1つ。まあ、これ銀のエンジェルだとね、5枚集めないといけないんですけどね、まあ、5枚集めて、で、なんかカンカンみたいなやつね、もらうんですよね。懐かしいですよね。まあ、それをね、5枚集めるかどうかはわからないけども、まあ、ほんで、早速ですね、この、昭和タイプ、あなたはね、新元号記念ということでね、令和になりましたし、平成タイプか、昭和タイプか、タイプ別診断実施中っていうのありましたんで、これやってみたくてね、買いました。ね、はい。でね、いろいろおもち、あの、お菓子、お菓子も、お菓子持ってたんでね、他に何があるかなと思ったら、このつっちゃさんがね、この間ね、笛をね、これ笛でね、飴ですよ。笛じゃない。飴。飴なんだけど、笛っていうのね。これがちょっと楽しそうだったんでね。ちょっとね、これちょっと食べて、これ食べてみますね。まあ、こういう感じですね。はい。では、行ってみますね。で、QR コードを読んだら、こういうのが出ましたので、じゃあ、平成昭和どっち診断っていうことでね、質問に答えるだけで、早速診断するっていうことです。やってみますね。はい。お先にドローンしますという、私は言わないな。いいえ。はい。小指を立てたらそれは恋人を意味する。これも微妙ですね。まあ、そうですね。まあ、それはそうですよね。まあ、もちろん、はい、そうです。はい、しました。はい、アッシー、メッシーを言ったことがある。ああ、あります。アッシー、メッシー、みつぐくん。はい。はい、ズボンのチャックを社会の窓。はい、います。はい、社会の窓が開いてるよ。よく言われました。すごい感動の意味で、やばいという。これはね、僕ね、お先に言いますよ。若い人と、住んでるからな。はい。ベストのことを直帰という。はい。はい。言います。はい。昭和アベック、キョロちゃんタイプ。アベックね。甘い恋愛大好き。あなたはトレンディーで長くて眩い。昭和アベック、キョロちゃんタイプです。はい。ということで、昭和タイプでした。以上、みっちゃんねるでした。ありがとうございました。